こそ聞いたのもそうじゃないそうです。ということで今回はですね、なんと32枚目シングル人は夢を二度見るのジャケ写が公開されました。イエイ。いやもうどんどん解禁されてきますよという感じでね、今日はジャケ写解禁されました、公開されましたので見ていきたいなと思います。2023年3月29日に発売する乃木坂46 32枚目シングル人は夢を二度見るのジャケット写真を公開いたしました。1月下旬に都内スタジオにて撮影した人は夢を二度見るのジャケット写真、美術倉庫に見立てた空間、中身が想像できそうなシルエットのものもあれば全く何かわからないものもあり、様々な想像をかきたてるカラフルな布に包まれた大小様々なオブジェクト、乃木坂46のまだ見せてない姿、そしてこれから新しく見せていく姿を意味し、カラフルに彩られたメンバーと共に撮影することで期待とワクワク感の詰まったポップでアートなジャケットデザインを目指しましたと。ジャケット撮影が初めての極星の初々しい姿、それを見守る先輩たちの姿、淡きあいあいとした雰囲気でとても楽しい撮影現場となりましたっていう、もうこれだけで最高やん。なんかそのコンセプトだけでさもう最高だし、その撮影現場の初々しい5期生の姿、それを見守る先輩の姿っていう、その撮影現場の様子も想像できるし、あそこに僕も混ざっていたかったなって。あと今回のジャケ写撮影したのが、過去に乃木坂46のさよならの意味だったりとか、インフルエンサーのジャケ写を撮影した方みたいです。はい、ということでタイプ A から順に見ていきたいと思うんですけど、まずはタイプ A こちらということで、タイプ A はですね、ダブルセンター水木と久保ちゃん、久保下のね2人っていう感じなんですけど、いやめちゃくちゃいいっすね。めちゃくちゃいいよね。まあ、そのさっきの最初のね文にもありましたけど、後ろにはこう何かはっきりと分かるものだったり、何か分からないこうもの布で覆われたこうオブジェクトがあってね、台北は緑とこうピンクの布みたいな感じになっていて、久保下2人が立ってるっていう感じで、まあ、この2人ね真っ白な衣装を着てますけども、この同じ真っ白同じ色なんだけど、ちょっとこう2人は形が違う衣装を着てるのがすごいいいなと思うし、あとはもうなんかドンとこう正面向いて立ってるのがなんかいいなっていう、あと2人の表情もこう笑顔でというか、こう明るい感じと明るいこれからの乃木坂の未来に向かってみたいなところをちょっと感じるようなジャケ写になっていて、めちゃくちゃいいなと思います。タイプ B がこちらということで、これは強すぎないか。まずメンバーがね、柿作の2人と凪っていう、ちょっと強すぎるなっていう、タイプ B えぐいなっていう感じなんですけれども、まあ、これ後ろのねオブジェクトは緑とこう紫の布に覆われていてみたいな、3人はオレンジの衣装を着てるっていう感じなんですけど、ちょっとやっぱ僕ね凪推しですから、ちょっと凪のこのキメキメやばくないですか。決まりすぎてない凪が、ちょっとすごいなマジで、めちゃくちゃ可愛いしかっこいいしっていう感じで、その、ね、後ろにこう座ってる柿作もちょっとやばくないか、表情とかもめちゃくちゃかっこいいんですけど。これ僕多分一番好きですね、今回のジャケ写で。次タイプ C がこちらということで、タイプ C のメンバーがですね、ヨダちゃん、サツキちゃん、マユタン、この3人のとなってるんですけれども、まあ、後ろのねオブジェクトは水色と赤ピンクで濃いピンクみたいな感じなのかな、になっていて、で3人が肌色のベージュの衣装を着てるっていう感じで、これ一瞬ね、これ一瞬服のこうね色に相まって一瞬おっとびっくりしたけどね、ちゃんとね大丈夫でしたよと、ちゃんと衣装着てますよと。これもなんかいいっすよね。まずヨダちゃんがめっちゃいいなって、ヨダちゃんのその後ろの馬なのかな、馬のねオブジェの前に立ってるヨダちゃんがすごい似合ってるというか、めちゃくちゃいいなっていうのと、でこの2人よね、この2人の組み合わせもいいっすよね。さつきちゃんとまゆたんがこう座ってるっていうの感じもいいしね。いや、まゆたんとかも決まってるよね。表情とかもめちゃくちゃかっこいい。次、タイプ D こちらということで、タイプ D のメンバーが、あやめん、うめちゃん、さくたん、この3人になっているんですけれども、まあ、オブジェクトは、イエローですね。イエローの黄色の布に覆われているっていう感じで、今まで2色ぐらいあったけど、今回1色っていうね、感じになっていて、で、3人は緑の衣装を着てるっていう感じなんですけれども、いや、まずあやめんよね。まずあやめん、真ん中ドンっていう。これもいいなっていうのと、梅ちゃんがこう座ってて、このサクタンの座り方好き。サクタンの座り方良くないですか。めちゃくちゃかっこいいなマジで。
いいよね。誰かこう馬にね、馬に乗ってるのとかあんのかなと思ったけど、さすがに馬にはね乗ってない。いやこの3人もいいっすね。イラスト通常版こちらということで一気に人数多くなりましたけど、通常版にはあの3列目ですかね、3列目のメンバーが映ってますよということで、オブジェクトのね色は水色の布で覆われていて、でメンバーはピンクの衣装を着ているといった感じになっておりますけれども、いやこのまた人数が多い感じもいいですよね。いいし、僕はやっぱりこの一番こう下の段というか真ん中のその練炭とこうなんか両サイドでこういう感じで座ってるミックとイオキちゃん、ここの3人の絵がめちゃくちゃ好きっすね。レンタンドン座ってて2人が両サイドドンみたいな、めちゃくちゃ好きだなこの感じ。なんかめちゃくちゃ可愛いし、イオキちゃん、そしてイオキちゃんのこのこう何笑いすぎてないと笑顔というかさ、こう笑顔って感じ、笑ってるって感じじゃない、こうニュアイみたいな、ムヤみたいなね、めちゃくちゃ可愛いな。お前興奮しすぎやろ。あとヤンちゃんもいいっすよね。ヤンちゃんも足ドン上げてさ、かっこいいなっていう。で一番上はなんとリカちゃんだからね、一番上が私いるよっていう、リカちゃんいるよっていう感じになってますから、いやこれもめちゃくちゃいい。もちろん他のメンバーもですけど、めちゃくちゃいいですよね。はい、まあそんな感じのねジャケ写なんですけれども、皆さんいかがでしょうか。僕は結構お好きというか、いいなって思いましたね。なんかねこの美術館の倉庫っていうことで、おしゃれというか高貴な感じもありつつっていうところと、まあ、あとはやっぱりこのカラフルなところ、彩りがいいというか、色がすごくこうたくさんあって、でタイプ A からタイプ通常版までもう全然ちょっと違うじゃないですか。メンバーが着ている服の色も違ったりとか、そのオブジェクトの色も違ったりとかっていうので、そういうこうなんかそれぞれで色が違う、で色鮮やかっていうところがすごいいいなと思ったし、メンバーの美術っていうところでもうみんな仕上がってるね、みんな仕上がってるけど、何よりナギやな。僕はやっぱ一番ナギがちょっとえぐいなって感じたというか、もうタイプ B の3人ちょっとえぐいな。僕はやっぱタイプ B が一番好きです。皆さんのねこのジャケ写の感想なんかもコメント欄で教えてください。そうですね、ジャケ写と同じくアーシャも、全体アーシャもですね、今回のこのシングルのアーシャも公開されまして、それがこんな感じとなっております。もうこのアーシャはねジャケ写の集合写真みたいな、ジャケ写全部集合させましたよみたいな感じになっていて、そのジャケ写のねにあったオブジェクトも、まあ、紫とかないですね。タイプ B にあった紫の布で覆われたオブジェクト とかはないですけど、もうそれぞれのこのオブジェクトがあったりとか、あとジャケ写のねそのメンバーも着ている服もね色も一緒ですけど、もうみんな集まったよっていう感じになっていて、いやこれもいいですよね。この集まった時のよりこうカラフルな感じというかもいいし、その美術館の倉庫っていうことで、そのなんか室内感今回あるじゃないですか、こう絨毯みたいなの で後ろはこう何カーテンではないけどなってて、この室内感も僕すごいいいなって今回思いましたね。で久保下で2人真ん中どんいて、その後ろにいるナギがさ、ジャケ写ではもうめちゃくちゃかっこいい、もう決まってるね表情してたと思うんですけど、このアーシャのナギはちょっとこう笑ってるんですよね、今回は笑顔みたいなところも、なんかめちゃくちゃいいなって、ね、思いました。はい、ということで今回はこれで終わりたいと思います。最後までご視聴いただきありがとうございました。この動画少しでもいいなと思ったらチャンネル登録と高評価よろしくお願いします。 Twitter と Instagram もやっておりますので、概要欄からフォローしていただけると幸いです。バイバイ。さよならもう全ての散りゆく花に奪われて、何度も何度でも名前を呼んだ、そんな春がもう嫌いだ。